2位が広島なんかの、ね、いや言ってないんだハープに言ってたんですよ。いや違うんです。ジャイアンツじゃないのやっぱり来ると横浜じゃない。横浜当たりほらいいえね。で巨人は3位です、ね、そうですよね。あとはもういいですよねだけど皆さん、あの八木さんにね、さっきお話を伺ったら、八木さんがプロに入ったのは1986年、はい、7年のドラフトです。あ、ドラフトで、はい、7年に阪神に入って、その年は後楽園球場なんです。うん、で東京ドームは次の年、翌年の1988年からここができましたからね。ね、そうです、そうです、そうです。ですから、はい、昔の後楽園をご存知。そうなんですよ。プレーを初めてプロ野球選手としてプレーしたのが後楽園球場のジャイアンツセンター。デビューもそうです。デビューが活躍したよね。大活躍です。ありますよね。はい、デビューはどうだったんですか。そのデビューはね、最初が出るわけないですよね。あえて三振してたんですけど、で、まあ、出なくてしょうがないと思ったんですけどね、まあ、その次の日は打てたんで、よかったですよ。あ、そうですか。はい、あの出川さんから、ほら、初ヒットを打ったんですか。初ホームランを出した。あ、初ヒットはホームランですか。そうです、後楽園球場です。江川さんに大好きですね。大好きではないですけど、まあ、あの最後の年ですね、確かに、ね、江川さんは。ああ、そう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 。最後の年なので、そう。江川の最後の年。そうです、はい。87年。江川さんは一回もドームで投げてないんですか。あ、そうなの。後楽園球場、さよなら後楽園球場で。ドームできる前に辞めちゃったからね。最後のバッターボックスに立ったのがなんと篠塚さん。そうなんですよね。これも不思議ですね。あまり意識はしてなかったんですけどね。さっきの最後ということは日本シリーズでやっぱり最後のバッターだったんですよね。はい。ここで結果はどうだったんですか。結果は最後なんだからアウトだよね。覚えてないですね。ちょっと良くなかったでしょうね。良かったですね。セカンドゴロ。センターゴロ。あれは本当。セーブです。セーブ球場です。覚えてんじゃん。それはセーブ。違う違う。ここでしょ。ここでの最後。先ほどの八木さんに聞いたのは、実はこの東京ドームでライトに守ってたことがあるんだそうです。うん、ここにいたんですか、グーム中。いや、守ってるんですか、いましたけど。多くはないですけど、外野もやってたので、ライトもセンターもレフトも。はい、すいません、ちょっと突然ですが椅子に座ってくださいって言うんですか。ちょっと失礼しますね、座ってお話を願いますか。椅子なんでずっと座ったんだ。八木さん、ここでここに守ってて、ね、はい、バッターがカーンと打つわけでしょ、はい、ほとんどいい加減でしょ、それは見えるんですか。見えないと取れないじゃないですか。これの今はこうブルーのね、はい、椅子が見えてますけど、試合中は夏だから真っ白になるんですよ。非常に見えにくいんですけど、東京ドームは風が吹かないじゃないですか。だから光は光と見やすいんですよ。そうね、そうか、はい、雨もないし小雨みたいな、コーロシもないしね。あの八木さんはさっきの話で小雨が困るんだよね。キャッチャー以外は、ね、全部やったことあるんですよね。そうなんです。ここでピッチャーも、いやピッチャーってことないじゃん。ピッチャーやってない。キャッチャー全部やったんですか。はい、まあだからあんまりこうレギュラーでバリバリやったっていう。あ、まあそういう点ではユーティリティ。代打の打率がね、4割を超えた時代があるんですよ。おこれはすごかったですね。大体神様っていうのはそこから来てるんでしょうね。まあね、あんまり長続きする、ね、ポジションじゃないんですけど、まあ、一生懸命やってただけですよね。はい、まあ、セカンドといえば篠塚さんですけどね。篠塚さんはポジションとしては外野はないですよね。外野ないです、ね、サードとショートは後ろだったね。セカンドとあとはどこ行ったんですか。ゲーム試
試合ではサードですね。サード？1試合ぐらい腰を怪我して戻ってきた時に、ちょっと負担かからないところでという形で1試合やりました。やりましたか。はい、サードってのはやっぱ強い打球が来ますよね。ショートサードとかセカンドでそういうとこ守ってるんで。腹が痛った時と一緒でしょ。腹とかと一緒だよね。そうなの、大体腹が入る前から痛いけどね。中肌の時代からの人。そうそうそう、腹のあたりが一緒ね。吉村とか、吉村とか、吉村はもうちょっと後そういう感覚だと思うんです。松本とか江川とか、あここはまあまあその中でもちょっと年上の方だね。監督が長嶋、最初の監督。そう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 、長嶋藤田。お疲れちゃん。中村さんはライン際とかって追っかけるんだから外野手は大変ですよ。そう思いますね。やっぱり守備範囲っていうのがね。まだだって柴田高田がいるような時で、柴田さん、ね、ブラッキーニュースでたまに見るけど、50年代の前半ぐらいからいたんですけどね。足が速くないとセンターは守れないんですよ。ちょっと音が良かったですか。日本はね、左中間、右中間狭いですから、また甲子園になるとやっぱり深いじゃないですか。この距離とかそういう見る、このオーナー守るには大変だと思いますよね。あの風邪とかもありますよね。 浜風とか。 いつも食いない。 いつも。